あ？まだいたのか。早く帰れ。送ってあげたいところだが、俺はまだやることがあるから、気をつけて帰れ。どうした？私はカメラを警察官に渡し、事情をすべて話しました。その際、友達にはメールをしておきました。警察官は、親身に話を聞いてくれ、調べてくれることになりました。後日、警察から、カメラからは私の指紋しか検出されず、学校に伝え、周辺の見回りを強化することを聞きました。友達からはあの日、何度か電話がかかってきていたのですが、出ることができず申し訳なく思っています。そのせいか、あの日から友達は元気がなく、ある日、とうとう自殺してしまいました。遺書はなく、本当の理由はわかりませんが、あの日の電話に照れていたなら、と、今でも後悔が後を絶ちません。